反対多数で強行一人 LGBT 法案自民党が大炎上12日に自民党がいわゆる LGBT 法案に対して反対多数なのに部会長への一任を強行したとしてひゃとし大炎上してしまっておりますこの問題について自民党の和田正宗議員はツイッターにて次のような発言をいたしました党の会議で LGBT 法案の条文審査があった。私は法整備が必要かを含め議論を継続すべき。今日決めるのは反対と主張した。反対15、賛成10、中間3。役員が議論を打ち切り、一任願いたいと。私や何人もが反対した。その中、部会長が一任されたと。 今日のの会議の運営はあまりにおかしい部会長一任は原則全会一致それがだめなら多数決だ反対が多いのに一任は党内手続きでありえない自民党のガバナンスが崩れていくこれでは反対が多くても執行部が押し切れば有権者支持者に託された我々の意見は関係ないということになるなどと批判され 自民党側が大炎上してしまっておりますがさらに同じく自民党の高取修一議員が私のカウントでは反対、身長18名賛成10名にもかかわらず執行部が強引に反対の声を押し切って部会長一任として参加しました何のための議論なのか自民党では今後反対の声が多くても部会を通るという前例を作りました。 反対、慎重の声が圧倒的に多いのに、四国が強引に部会を通したのは、歴史に残る暴挙です。部会長と特命委員長は悪くないが、上のレベルから虚を通すよう圧力がかかっていたと思われます。保守であり、積極財政派だった安倍先生が亡くなった途端、平気で裏切る議員が残念でならない,な,らな,いなどと批判され、 自民党というか、まあ、執行部側が大炎上してしまっておりますがこちら自民党内において、まあ、多数決というか民主主義が崩壊してしまっておりますけれどもこの週末以降は自民党支持層から批判が出て現場の議員の皆様が対応に追われることになるのではないかと思われますがいわゆる LGBT 法案に関しては立憲民主党などのおかしな野党やいわゆる左翼の皆様またマスコミが G7 の各国にあるから G7 サミットまでに間に合わせろと要求してしまっておりますけども事実としてはいわゆる LGBT などに特化した法令はないことが衆議院によって確認されておりますまた日本においては他の G7 の国々のように宗教や文化の影響はないため他国のような問題は起きておらず立法事実が不足しておりますまた LGBT の 複数の当事者団体から法案に反対するという明確な意思表示もなされておりますこのような当事者不在の法案を成立させた場合問題が起こるのは火を見るよりも明らかでしょうすでにヘイトスピーチ規制法がま様々な違法行為不法行為の原因となっておりいわゆる語ロに悪用されてしまっておりますが自民党の国会議員の皆様には 同じ問題が繰り返されないように対処していただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。